メッシズメ城は青森県五所川ら市半詰めにあった日本の城。西来るは主角、東角からなる平山城である。主角は北のぬかずか川を掘りとし、東西に広がる標高58.8メートルほどの高台にある。江戸時代の記録にも古城25県140馬、一古建五田七政府三箇所とある。城主は完成5年に編纂された。 津軽編乱日記の古城古建の里氏という行に、一、メッシズメ村に、山城優、関主、朝日左衛門の城と運一説、朝日助戸の共有とあるのみである。光永三年、までの工事藤房の息子朝日堤房が築城したと、される。その後、朝日氏は、並岡市に仕えた。天正十六年、津軽統一を目論む、大浦亀信の,の攻撃により、 落城し、までの工事藤塚より十代目の城主朝日幸安は、自害し、メ詰シズメ城は、廃城となった。この城には、落城の際の白米伝説やぬかずか川に鎧を捨て、逃亡を企てたが、力尽き、主従は、自害したという逸話が残っている。なお、鎧止めの地名はその話に由来するという。また、落城の際に大浦方の道案内をした人物として、 津島江文太郎の名を挙げ、シリム方面から攻め入ったという。また、安倍孫三郎の友の名を挙げる資料もある。ありがとうございます。